パイオニア5号はアメリカ航空宇宙局がパイオニア計画で用いた探査機で地球と近星の軌道の間の惑星間空間を調査することを目的とした。1960年3月11日13時にケープカナベラル空軍基地の第17発射施設から打ち上げられた。軌道上での間出量は 43kg であった。直径 0.66m の球形で、 1> 幅1.24メートルの4枚の太陽電池パネルが設置され0.8060.995天文単位の太陽周回軌道を周回した。この探査機により惑星間の磁場の存在が確認された。パイオニア5号はパイオニア計画で最も成功した探査機となった。直径0.66メートルの休憩で幅1.24メートルの4枚のソーラーパネルが 設置されている。また、4つの科学機器が備えられている。三軸一致無指向性比例係数望遠鏡、太陽エネルギー粒子線を検出し、地球に捉えられた放射を観測する。E75 メブの光子磁気線差知磁気境界付近、惑星間空間の磁場を測定する。1マイクロガウスから12ミリガウスの磁場を測定できる。一つのコイルが、 スピン軸に垂直な磁場を測定するように機体に取り付けられた。測定結果はアナログとデジタルの両方で出力される。電離箱とガイガーミューラー係数管宇宙船を測定する。探査機のスピン軸に垂直に取り付けられた。流星人運動量分光計2つの振動板とマイクロフォンから構成される。流星人の粒子を検出し、 それらの運動量を測定するために用いられた。探査機は磁気センサで測定した磁場のデータを地球に送信した。測定の結果、平穏な状態の惑星間の磁場の中央値は5ガンマプラスマイナス0.5ガンマであった。また探査機は惑星間領域での太陽フレアの粒子や宇宙船の放射も測定した。流星人検出機は データシステムが飽和してしまったために運用できなかった。パイオニア5号と試験装置記録されたデジタルデータは探査機の地球からの距離とアンテナの大きさによって1、8、または64ビット、S であった。太陽電池の重量制限から遠隔送信機を連続運用することは困難であった。1日あたり25分間の4度の運用が予定され、 特別な目的があるときには、時間の延長が認められることもあった。合計138.9時間の運用が行われ、3メガバイトを超えるデータが受信された。データの多くは、ジョドレルバンク天文台のラベル望遠鏡と変えな、ポイント衛星追跡ステーションで受信された。データの受信は1960年4月30日まで、続き、 それ以降は弱いシグナルが伝送ノイズに紛れて受信できなくなった。1960年6月26日には再遠距離となる360万キロメートル離れた探査機からのシグナルがジョドレルバンク天文台で受信されたが、その頃にはシグナルが弱くなりすぎてデータを取得することはできなかった。ありがとうございます。